チャオ、あっちゃんです。いやー、寒いね。今年一番の冷え込み、最低気温下回りました。今朝、あっちゃんのお部屋、起きてきたら、お部屋の中3度でした。はい、まだ息が白いです。キッチン多分もっと寒いです。はい、いうことで。まあね、子供ちゃん送り出して、まあ、光るだけね、寮はまだ今日は休みやねんけどもね。明日は終業式やねんけども。っていうか、この動画がある今日は終業式やねんけどもね。まあ、そんなことはあれやねんけども、まあ、冬本番に近づいてきて、寒いなー言うて言うとっても仕方ないんで、朝ごはん作りたいと思います。だからね、お部屋はね、もう温度上がってんねん。ストーブついて。だからあっちゃんは動けるようになってん。でも、この部屋寒いから、ちょっとかなり防寒でございます。寒いよ。寒いとったらあかんねん。ごめん。今日は、あったかく、あっちゃんがみんなを温めてあげます。はい。はい。いうことで、いらんこしゃべんたらのとこ、はよ作って、部屋戻る。寒い寒い。うん。ちょっと待ってね。はい、パン。ちょっと今、コルノとか汚いねんけど、これも見ないでください。寒いから掃除ができてません。また今日でもするわ。うん、でもね、でもね、汚いもんね。うん、はいはいはい。今日はあっちゃんね、ちょっとね、食べたいものがあって、ピザソース、ほんまケチャップでもいいんだけど、ピザソースと、よいしょ、マスタード。と、ポーク。ハムでいいやもん、めんどくせ。あ、めんどくさいだからな。はい、ハムが美味しいから、あえてハムにします。はい、口癖です、めんどくさいね。めんどくさい、寒い、痛い、しんどい、口癖でございます。これね、あんまりネガティブワードを吐いていくとダメです。はい。ダメですというのもダメです。難しい言葉を。はい。ということで、テンション上げていかんと寒いからね。変なから元気でも出しておかんとさ、寒いって飽きません。ということで、チーズ。チーズがなくなったんでね、皿のチーズを使いましょう。はい。チーズを乗せて、ホットドッグ系、マスタード入りホットドッグ系ピザソース、何でもいい名前は。はい、ということでこれ食べたいと思います。では、あ、食べたらあかんねん、これ焼きます。オーブンと、いやいや、寒い、しゃべらんと焼きます。はい、はい、今日ね、あっちゃんね、目覚まし占い、また目覚まし占いかよみたいなね、目覚まし占い見とったら、あっちゃんのラッキーフードはカフェオーレだったんで、もういつものようにね、カップに、ちょっと濃いめにね、コーヒー、インスタントコーヒー入れます。で、ここにミルク入れて、100% ミルク、100% ちゃうな、コーヒー入っとるから、全ミルクで、レンチンしてカフェオレを作ってきます。ちょっと待っててね。はい、できました。と、カフェオレ。では、いただきます。昨日はね、まだね、今日、あっちゃんは、21日始まったばかり。で、朝からちょっとね、もう早速やねんけどね、携帯で、コメント読ませてもらって、ありがとうございます。で、昨日夜ね、2時前ぐらいまで一生懸命、ね、頑張って返させてもらいました。お返事、約束通りね、コメント返させてもらいました。で、約束したから返すと、そのやつ、いただきます。あ、いや、うん。コメント返するんじゃなく、本当に、あっちゃんは、みんなに感謝の気持ちを込めてお返事させてもらったね。だからやっぱり懐かしい、最初の頃ね、コメント、まあこれ動画でお礼しやな、こんなね、食べとるついでにお話しする話じゃないねんけどね、まだあっちゃんは今日1日返させてもらっただけ、あ、まだ本日上じゃないんだけど、昨日まあ1本の動画のコメント180件ぐらいコメントいただいて、まあそれはぶら下がりとかあっちゃんの辺にも全部カウントされて180件だけどね、のコメントの本数かの数になるんだけども、その数にお返しさせてもらって、ものすごく時間かかって、ものすごいやっぱりね、思った以上に大変でした。これ1日まだ今日だから21日始まったばっかりやねんけども、21日の動画、今日も、
10本近く上げる予定やねんけども、この動画全てに返すってなるとかなり大変かなとは思いながらもやっぱり、昔懐かしく思ってる、嬉しいし、コメントありがたいなと思いながらね、昨日はね、6000人突破ありがとうの動画にだけ、だからこそ応援のコメントがいっぱい増えてて、みんなに支えられてるなってもう実感しながら思い出しました。夜お風呂入って11時ぐらいにお風呂上がってきて、それからやらせてもらっててね、1時半、やっぱり2時間ちょいかかったね、でやらせてもらってて、充実感があって、確かに目は疲れたし体バキバキ肩こったりはするよ、でもこれ以上にやっぱ嬉しいというコメントと、あとなんだかんだ言いながらもやっぱりみんな応援してくれてるなって、だからみんなに支えられてるなって思って、ほんまにね、ちょっとあっちゃんもひどいこと言ってごめんなさいねっていう気持ちになりながら、本当嬉しかったしありがたいなと思った。すぐに言ってすぐに素直になれるあっちゃんじゃないんだけど、素直で可愛い女の子になります。見守っててください、応援してください、嬉しいです。はい、カフェオレが美味しいよ、ミルクたっぷりカフェオレ美味しいね、でね、今日この動画は、22日の朝に上がるのか、22日ね、関西はね、今日が終業式、22日が金曜日が終業式、23日天皇誕生日から冬休み、天皇誕生日から冬休みじゃないんだけどね、実質24かな5かなんかからやねんけども、いつもこの辺休日挟むから大体23ぐらいから毎年あれなんでね、冬休みになるんで、年明けは年明け確かね、6ぐらいから始まるんだけど、6土曜日、7日曜日、8、成人式、成人の日だから、9日火曜日から始業式が始まるね、だからね、今年はちょっと冬休みが長いです。春休みが長いからね、その分ね、大変かも分からへんけど、いい思い出作ったりとか、受験のね、ラストスパート、サポート仕上げたりとか、仕上げたいなと思ってるのに、そんなこんなにね、もう一日か、明日は子供ちゃん作ってあげて、明後日からちょっとね、朝ちょっとゆっくりできる、起きるのは一番の時間ぐらいやけどね、子供ちゃん、ちょっとゆっくりさせてあげたりとか、いつもみたいに、ほんまはいつもみたいに起こさなあかんだけど、寒い中送り出すっていうのも、冬休みのね醍醐味、冬休み、長期休みの醍醐味はちょっと寝坊したり緩くできるっていうのもあっちゃんもいい思い出やったりするしね、その中でも窓拭き手伝ったりとか、あっちゃんは集金手伝ったりとかしたけど、家の手伝い、ちょっとぐらいしてもらって、量はね、量も光るんだけども、冬休みほんまはね、初詣行ったりとか、ちょっと旅行行ったりとか、旅館泊まったりとかしたいねんけどもね、みきちゃんが元気な頃は毎年しててんけど、今年受験やからね、あんまりそうやってこの時期出歩かしてインフルエンザとかもらったらあかんから、初詣どうしようか悩んでんねん。であっちゃん一人で行っていこうかなとは思うんだけど、一人で行ってもあっちゃんがね、もし金持って帰ってきたら子供にも移した感じとかで、ちょっと今年は自粛しようかなと。で、受験終わった頃か、
お買い物行ってて、初詣の頃が過ぎた頃に、ね、受験の、お願いっていうか、ね、受験合格祈願をして言ってあげようかなと思ったのね。まあね、神社行って祈願することが正しいことじゃないしね。今あったの初詣は毎年人のいてない神社、地元のね、おこそかな神社行くから、だからそこやったら風もらうこともないしね。寒い中出て行かすのはどうかと思ったらね、今年は車置いてないから、今年って今はもう車近くに置いてないから、まあ、歩いて行かなと、歩いて行くんだ寒いから、ちょっとかわいそうかなと思ったら、まあ寒い中歩いて行くっていうことにも意義があんねんけどね。神様に手を合わせる、ね、何がしてくれるのか何がなのかなことはないとは思うんだけどね。でもまあ全く神様がないわけでもないと思うしね、神頼みじゃなくね、去年1年間ありがとうございましたってお礼を言ってね、今年もよろしくお願いしますという感じで、もう一度お参りするのもいいことやしね。テレビに大根たっぷりのカレー屋で、大根と鶏もも肉とトマトと大根でカレー作んねって、好きになってみたんだけど、ぴったり蓋をしちゃうと水分が蒸発してくれないんですね。でこのまま開けっぱなしだと蒸発しすぎちゃうので、少し斜めにこう開けるようにして入れてください。まだ煮立ってないところもありますね。煮立ってからちょっと蓋をずらして、30分ほど弱火で煮込んで、美味しいよ。さあ、これで朝のご飯も終わったことやしね、朝準備して今日もねコメント返しさせていただきながら、楽しく一日を過ごしたいと思います、今日12月の21日今日は1日ね、動画コンピューターに貼り付いて動画編集コメント返信と、あと動画編集、昨日の動画編集するのに当てようと、もう今日1日はもうね、動画のために1日を捧げようと、YouTube がお仕事でやってるからやねんけども、これでもやっぱり一日断片でやってるから、朝ね、起きてから子供ちゃん送り出して、それからねバーッとこう動画やったりなんかやしてんだけどね、他のいろんなことしたりとか、だけども今日はもう確実に動画一日動画三昧な一日で過ごそうかなと思って、一応、ね、予定は開けてやんねんけどもね、その中でもやっぱ家事とかいろいろやらないこともあるし、今日もゴミ出しの日だしね、そんなもあって、それもあるから結局まあいつもと同じような生活にはなると思うねんけども、まあ、でもちょっと重点重きを動画の方に集中させて、コメント返しに重きを充填させてもらってしょうもんだけど、ただやっぱりね、ほんまにこうやってコメント返す、ちょっと机の位置も悪いっていうのもあるんだけど、パソコンデスクもちょっとね一新していかなあかんなって、これちょっと来年早々の課題やねんけども、パソコンの大きい位置をちょっと考えて、ここにあるんだけども、パソコンの大きい位置考えて、ちょっとこの辺ねプチ模様替えのしようかなと思って、だから来年早々にちょっとパソコンデスクとこの辺のラック周りをね一新しようかな、一新っていうかね、ちょっと考え直そうかなと思って、もうほんまにねこれお金ないけども、パソコン、YouTube で仕事していく上でやらんとあかん。その中でどこが、どっちが優先やってなったら、環境よりも、まず、
パソコンのスペックやと思って、いいスペックのパソコンをギリギリで買ったのね。使えるギリギリで高スペックのパソコン買ってんけど、もう今もあかん。グラボが全然、今のグラボから見たら、これ2年前に買ったけど、もう今のグラボから見たらダメなグラボやから、グラフィックボード変えなあかんぐらいだけども、でグラボ変えんやったらもう一度パソコン買って、これをね子供ちゃん用にっていうか、うん、他に使ったりもできるしなと思って。ただゲームにも使えへん、ゲームの方がグラボ使うからね。でもゲームのために何枚も何十枚も使われへんしなと思いながらやけども、まあまあその話はとてもいいんだけど、机のねキーボードとかマウスの位置がすごい悪い。だから座った状態で、やっぱこう体をリラックスさせた状態でこう触れるっていう環境を作りたいね。だからパソコン触る時間がすごく苦じゃなくなってくるっていうので、今もやっぱ座る位置、モニターの大きさ、なんだかんだでやっぱ目も疲れる、肩も疲れる、体も疲れる、ちょっと悪い状態で、そこにこの前買ってきた座椅子で、座ってやってるからやでんけども、ほんまはねデスクで、普通の椅子、座椅子じゃなく普通のなんだデスクチェアみたいなのに座ってやるのがいいねんね。体のこう筋に悪いけど、座椅子座ったらこう丸猫背もなるからね、うん、それもちょっと改善していこうと思うのがちょっと来年の課題であったりもするんだけどもね。そんな感じで、来年早々にはちょっとその辺また リフレッシュして、またそれまた動画であげます、リフレッシュするね。そんな感じで、もっともっと YouTube に、ね、YouTube をする環境を整えていって、でまず環境を整えんかったら動画編集するのが苦痛っていう中でね、やっぱり体勢がきつい、だから長らくパソコンの前で座ってるのが辛いっていうのもあんねんね。だからそこのところ改善されたら、もうちょっとねパソコンと向き合う時間ができてきたら、編集もいい編集できると思う。みんなにね、やっぱりみんな待ってくれてるのはいい編集したね YouTuber らしいって言ったら、ちょっと前にね YouTuber ってらしいユーチューバーって何なんて聞いた時にね、ちょっといろいろ答えもらってんけども、その中でね、あまり見出されへんかったんよ。ごめんやねんけどね、せっかく聞いて教えてもらってんけど、ちょっとねそこでユーチューバーらしいユーチューバーって何やろうと思ったけど、わからんかったんけども、今回ちょっとね6000人突破のとこにね、お祝いコメントに兼ねて、今後こうした方がいいよっていうね、やっぱ動画の編集って言ってくれてね、動画の編集するにはねどうしたらいいのかな、昨日考えてた。やっぱりねパソコンに座るところの環境が悪い、だからパソコンで作業する環境を整えればいい編集もできるやろと。やっぱりそのパソコンの前で座る時間をね、で疲れを取ることやと思うんだよね、うん、だから目も疲れてくる、でやっぱりその他のこともしないといけないで、時間に追われてるから編集ミスもあったり、もう編集もこの辺でいいかってなったりする。だからそこのところをもっとね突き詰めるには、パソコンと向き合う時間をもっと作れるようになることやと思うんでね、そこのところをもうちょっと充実して、あっチャンネルみんなに喜んでもらえる楽しいチャンネルにしていきたいなと思ってね。はい、ということでちょっとね昨日1日動画編集、1日、この動画が上がる22日の朝一発目の動画っていうことは、昨日いっぱいコメント返させてもらってありがとうございました。言わなあかんねんけど、まだあっちゃんこれからコメント返しするね。1日ラグがあるんで、ちょっとまだその辺分からへんのでね、まあお礼兼ねた、今日の朝ごはん動画でした。本当にね昨日1日コメントありがとうございました。あっちゃん頑張って、コメント返しさせてもらってたはずです。まだ分からへん、これからするんでね、ということでね、ちょ頑張って今から、動画の返信コメント返信させてもらいます。もしね返信させてもらったコメントに失礼なことがあったら、本当はこの場ね、まだやってないことやねんけど、いつも時々ねやらかしちゃわっちゃうんだけどね、ごめんなさいって先に謝っときます。はい、ということで、今日も一日楽しくいきたいと思います。あっちゃんはこれから頑張って動画のコメントさせていただきます。まあ今度はその前に先着替えなかったけどね、お着替えしていきます。で喋っとったらね、もう今9時45分になっちゃったんでね、そろそろ頑張ってやりたいと思います。ではまたね、次の動画でお会いしましょう。今日のあっちゃんの朝ごはん、よかったなと思う人は高評価を。で、これからね、やっぱあっちゃん、もっともっと素直にみんなのアドバイス聞いて、いいチャンネルにしていきたいと思います。ということでね、ほんまにあっちゃんできんのかなって思う人、やってねっていう期待を込めて、思ってくれる人、これからあっちゃんの動画見続けたらよっていうね、優しい方、チャンネル登録してください。チャンネル登録の数、高評価の数があっちゃんの動画を作るモチベーションに変わります。よろしくお願いします。では、またね。バイバイ。次の動画でお会いしましょう。